から。どっちでもいいよ、俺は。上がってもいいし。時間あるから上がっていくのもありかなって一瞬思ったけど。うん。ご身長ある。ご身長じゃない、ご身あるよ。スリングに入れてくか、ポブ。どっちでも。抱っこつらいよ。ああ、じゃあ。はい。さすがに、つらいなって気づいてよ。まあ、こっから上がってくから。大丈夫、コールあるから。綺麗だね。ここ、何やめた？ダメだ、食わないでよく分かんない。エスカー乗り場。これとおにぎり一旦動かさないと。はい、全然。これもちょっと一旦持ってて。はい。はい、ポンチョリ。ポンチョリ。はい。よいしょ。あの腹のベルトちゃんと締めて。怒ってきちゃう。ウエストめっちゃ俺、体型締めるから。ウエストめっちゃ。しぼんだから怒ってきたんだよ。ピューってこっちだけリードを外しちゃうから。はい、よし。なんでみんなこんなにここに気合い入れないとさ、上がるときだけマスク外しちゃダメかな。酸欠になる。ちょっとそこにゴミのように置くのやめてくれる。あ、ゴミかと思って。ふざけんなてめえ。いつかで上がっていくのもいいけど。どっちがいい？どっちでも。階段で行くのかと思って。どっちでもいい。まあ、あなたのためなら階段だね。私の腰が元気じゃないからさ、なんとなくちょっと酒すごい持てないですよ。ウエスト固定しよう。どうすんの？座ってね。うん。これだけ。まあ歩こう、たまには。ああ、じゃあエスカー使うから奥まで行こう、洞窟まで。いや別に階段で行こうよ、とりあえず。あ、いいよ。普通で階段エスカー使えばいいじゃん。まあどっちでもいいけど。ただうちのポンチョビが落ちないんだけど。顔がすげえ顔になって。あ、眠い。これ涙出てるもん。眠いな、ボブな。顔完全入れた方がいいかな。あ、いいよ、いいか。後ろから見てるから。ちょっと見て、あの、はい、これさ、ラディカの危ないとこだ。全面ファスナーだから。分かったから行こう。説明会はいいよ。登山してるから多分大丈夫だと思うけどね。登山してるからも。すごいね。おお、ここからこうやって見えんだ。すげえ。あ、空いてる。こっち側から見る。おお。すげえ達筆だけど何書いてるか分かんない。 FPY
読めないってこと。まあいいや、行こう。これすごいな、足もちゃんと表現してる。右じゃない？こんなとこにもあったんだ。こんないつも暗い時に行くからさ。すげえ。ん？ね。なんか誰か踏んだようなだったらさ、そわそわする。は。有機橋って書いてある。気持ちわかる。うん。福井石。でここ。大吉って書いてある。ショートカットでいいや。いろいろあんだな。確かに。いろいろあった。ね。さすがに水は出てないね。今は。いや、うん、いいや。そこまではいいや。ちょぴっとね。気持ちいい。うちんとこみたいにちょっとぬるま湯じゃなかった。想像より冷たかった。ね。あ、この後ろのさ、風景きれい、いいよね、この江ノ島。これ？駅見えるあそこ。結構きれいだね。うん。出た。目の輪くぐり。目の輪くぐりやる？ああ、そうですね。本当だ。いや、ここでこっちでレシオ。じゃあ唱えながらやるか。心の中でやるか。ここでも後ろでおとなしいからさ、本当にたまに忘れるんでしょってる方いるのかどうかって。大丈夫？大丈夫、大丈夫、ちゃんといるよ。ちゃんといるよ。おとなしい？うん、いつもよりはいいや、顔出てるからちゃんと唱えながらやるわ。もう羞恥心捨てっから。でも書いてないからね。やってみやろ。払いたまえ清めたまえって言うんでしょ。払いたまえ清めたまえ、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 清めたまえ。よし。何これ。うわ、これちょっとやばいな。人のなんか人形が。これはいいや。おみくじかと思った一瞬。ね、これ面白い。あ、S か。何、こんな、こういう場所だったんだ。第1号。やべ、超余裕って感じ。うん。すげえ。弁財天さん。八坂神社。ご朱印帳いただく？いや、別に現金の。ここでいいや。わあ。結び絵馬。秋葉神、秋葉社、稲荷社。ここでいいや。高いんだね、ここ。
いや、行っちゃっていい。楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃった。超余裕。楽しい。楽しい。むしろ楽しい。登山の方が倍大変だわ、やっぱり。でしょうね。ということだけはよく分かった。いやー、しかし鍛えられてんだよ。苦じゃねえんだ。急勾配じゃないからね、階段で。所詮もっていう。じゃあどこ行こうかな。サルタヒコ社。サルタヒココーヒーとかあってる。ジンバとか行きたいな。この辺それか草とルートから城山まで行くか。ああ待って、この辺亀いなかったっけ。亀いたよね。あ、いたいたいた、これいるかいないかな、もう寝ちゃった。あ、鯉がいる。鯉さんがいるけど失礼します。いないか、亀ちゃんいなくなっちゃったね。で、だいたいこの辺猫いるよね。にゃ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 。まあね、うん、どうする。何が。いや、別に階段で行こう。あ、いいよ。いいですね。あ、ここにもあるんだ、飲み物。うん、いや、大丈夫だね。ちょっとずつ高くなってくる。上に行ける。あ、そうなんだ。これどっちだっけ、忘れちゃった。同じだっけ。時間が、時間が今、はい、あー、綺麗。あ、ちょっと取ってく。ここ、うん、ここからでいい。すげえ。はい。ここキングワン。クッキング園。あ、こっからも見れるんだ。知らなかった。そっから見ればよかった。ふう。あれオリンピック会場でしょ、多分。すごいね。すごいね。やばくね。向こうが。トンビすごいよ。山登りしたくなるな。頑固相手だけ。行きましょう。エスカここまでだっけ。神社ですよ。こっから見る風景もまた綺麗だね。カメラスタンド。すげえ。あ、ここか、エスカ。本当だ、エスカレーターだ。あ、おみくじやってく？え、やりたい。久々に。ごずにあったっけ？見してみして、どうやつあんの？やるの？あ、水みくじやってみる。オッケー。ちょっと一回やってみますか。これにあるよ。うん。みくじ買うとき消毒してくださいって。あ、本当だ。よいしょ。あ、いいよ、200円入れとくからやっちゃいな。はい、100円ずつ入れる。はい、やってみましょうか。これ水つけんでしょ。あっちの水で、奥のやつ。うん、あっちいたんだな。いや、クマバチ。あ、クマバチ、スズメバチか。ちょっと、あ、なんか水出てきた。すげえ、なんだこりゃ。これかければいいの。ちょっと待ってください。両手これ何、取っていいの。
待って、あ、もうやんの、うん、私ったら今年最後に共演が出てきた、うん、じゃあちょっと今年最後なんで私もやってみましょう。おお、末吉くんだった。なんだこれ、やばくない？少し腰が…え、嘘、見して見して見して、あ、大吉だ。あ、見つけちゃった。何？すげえじゃん。ただこれ乾くまでさ、うん、しまえないってなんてやん。で、俺末吉くんだからやってこう。少し願いがかかるが、あ、暇か。なんか後ろで文句言ってんだけど、なんかちょっと待って、落ちる、落ちる、あ、ちょっと待って、なんか不満たらしてるうちの大丈夫、大丈夫、これ俺のは乾かないと何もできなくなる。見せて見せて、倒さないとどうしようもない。これまだね、これどうしたらいい。エースユー大吉郎、商売ならよし、乾くまで何もできない。安心して弁覚せよ、面白いよね、水に浸して出るのね。ね、他人の岩をニュースとしてる。すげえ、縁談、縁談、まあいいや、やったじゃないでしょ。どうしよう、あ、俺持ってるわけ、うん、なんか時にこれ乾いたらまた文字消えるんでしょうね、きっと。わかんない、だって消えかかってるんだもんね。ほんと、じゃあ私、お疲れ様でした、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。なかなかね、なかなかオスですか。濡れてるよって、濡れてる、後ろ見てもらって、なんか飛び出してね。いや大丈夫だよ、怖いな。飛び出してないよ、全然手も出てないし。本当？うん、大丈夫大丈夫。いやいや、うん、怖いんだよ。生首ちゃんで、あ、ここか、ここラストかな、うん、ですか。多分ここラスト。猫ちゃん、嘘、どこ、え、あ、本当だ。あ、最後寝て、寝てるじゃん、安心してる。眠いですね。お前はもう喧嘩売らない。あ、ちょっと危ない、怖いな。何する、これ大丈夫、大丈夫、あ、これ弁骨一発で、うん、というわけで、よし、よし、じゃあここ上がって最後かな。うん、でしょうね。だってエスカレーターはそこで最後で、だからもうすぐだっけ、だから登山やってるからあっという間に感じるんで、は、足めっちゃ速いもんだって、あなた、うん、登山やって、あれ、うん、こんな楽だったっけ、うん、だからそういう感覚になるんだよ。あんなにヒーハーしてたら、なんか嘘だ、え、まだあんのみたいな感じになってたけど、だからそれだけ鍛えられてるんだよ。ただ腰はね、なんか違うような気がする。あ、大丈夫です、いきますよ、うん、これすげえ、じゃあ上からまた下ろそう。うん、そんな簡単だったっけ。よかったね、ポンちゃん、ここ最後だよね。あれ、こんなんだっけ。そうだよ、息切れ 0% なんだけど。俺もあ、マスクする分の息切れぐらいだ。あ、今日ね、旦那と一緒に寝たからだよ。旦那に、え、夢がくっそ悪かったよ。旦那に感謝しよう。そこのベンチで一旦下ろしていい？どうぞ。うちのポンチョビ。どうぞ。じゃあ降りようね。よいしょ。ああ。生クリームじゃん。湯の島今日最強だったな、行って。
問題は明日どこか行くかだよな。もし高尾だったら、さっき言ったあのルート。なんだっけ。草戸からあの神馬ルートのさ、小仏からあっち方面にひたすら登っていくか。うん。神馬山の方、あの影の部山とあそこメインで明日行くか。うん、どっちにしてもそこも行きたいんだけど。または草戸山、うん、そこから大樽に行って小仏城山ルートを通って高尾山に戻って下山とか。うん、わかんないけど時間がそんなに使いたくないの。何でだよ。まあいいや、行こう。はい、じゃあ行きます。じゃあ、喧嘩行こう。あれ、下行くんじゃないの。あ、そこから行く先。うん、そこから行った方がよくない。分かった。じゃあ、そのまま行きますか。あ、そっか、虫が。いや、多分まだね、見ないと思う。一旦区切ろうかな、動画は。ここ、なんつうんだろう。これ、なんつったっけ。コッキング園、展望台でいいか。展望台で一回。